これが朝日か。なんかいろいろとロストしてたような気がするんだよね。なんかね、いろいろとね、敵とかロストしてたような気するんだよね、これね。ここがなんか、ディフィカルティとかいうやつはね、噂によると、他のね、ワールドのディフィカルティも反映されてしまうということで、いつの間にかディフィカルティがロストしてて、敵がロストしてて、さらに隊長がロストして、それで、しばらくゲームしてませんでした。なんか久しぶりだな、ゲームすんのな。ちょっと音量低いのは気のせいかな。気のせいだ。で、噂によると、この、線路のね、ブースターレールは、二つで一つになる。いや、違うな。二つで、マックススピードになるという噂なので、ちょっとマックスにしましょう。むしろマックスっていうか、二つじゃなくてね、一つずつでいいんだよね、一つずつでね。一つちょこって置いて、ちょこって置いて、それで、ちょこっとブーストして、それで、またちょこっとブーストしてっていうのを繰り返せば、十分ね。十分いけるという話なので、話ということで。というわけで、そんなわけだ。というわけで、ちょくちょくと、ね、この貴重なブースターレールをあまり消費しないようにしていこうと思ったのさ。で、この前ね、あれなんですよね。どうにもね、エンダー先輩が出ないと思ったら、なんと、ロストしてたと、エンダーロストしてたということらしいので、もうそんなことはないように注意しようと思います。ね。お家は結構まっすぐ行った方にあるのかな？これでもまっすぐ行って大丈夫かな、これ。これね、ここに何かしら障害があるように見えるけど、これバッと折れんの、これ。このトロッコに乗った状態で、トロッコに乗った状態で、このね、鶴をこう越すことはできるの？あ、できるわ、普通に。あ、結構引くね、これね、ブースターレール1個でね。全然余裕じゃん、これ。あ、いいね。よくないね。微妙だね。結構1個でいけるね。ここも1個でいいレベルっていうか、あ、ちょっと待って。1個ずつでしょ、ブースターレール使うの。で、ここも1個にして、で、この辺でね、この辺が割とこう急勾配だから、割と急勾配だから、途中に1本ブースターつけてみたいな、こんな使い方をしていけば、割とどこまでも行ける感じになるんじゃないかな。そして、なぜかインベントリに、シャベルがないですね。あんだけあったシャベルが、このキーボードが勝手に動くの直ってない。直ってない。うん。とりあえずそろそろこのゲームをクリアして自由に遊びたいぞ。ここはちょっとこうくるっと回る感じにしようか。これね。くるっと回る感じにして、お家はどっちだ？お家あっちだ。じゃあこっち方面に行く感じにして、そして、この辺でいいかな。適当にブースターレールを敷いていくと。この辺ね、この辺はあんまり考えないで適当の方が多分いいよね。昔の偉い人は言いました。動けばそれでいいってね。そうやってスパゲッティソースが作られていくんです。
お腹すいた。あっちかな？お家あっちだ。よし、あっちだな。あっちがこれじゃない。これはブースターレールだ。あ、牛。牛ね。牛欲しいね。牛がいれば、皮を剥げるね。剥ぎたいな。よいしょ。やっぱりね、防具は必要だと思うんですよ。鉄はちょっとまあ、あれだから使わないにしても、皮は欲しいよね。あれ、お家あっちだよね。結構遠いのかな、これもしかして。お家って。結構見えてこないね。どうしようかな。ブースターレール全然足りねえな。なるべく平坦な感じで行った方がいいのかな。ね。上下運動すると、上下運動すると余計なエナジーが、ね、必要になるから。まあ、下りだったらいいんだけど、下りだったらいいんだけど、この動くのやめてほしいな。下りだったらいいんだ、あ下りだったらいいんだけど、ね、上りだと、やっぱりね、位置エネルギーを充填するために、パワーが必要だからね。てけてて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 、こっちか。よしと。そう。これね、上りの手前でブースターレールを敷かなくちゃいけなくなるから、下りはブースターレールがいらない分ね、上りの手前に余計にブースターレールを必要の、置かなくちゃいけなくなるから、ブースターレールのね、使う数が増えちゃうんですよね、どうしてもね、やっぱりね。というわけで、ここは一丁、高架線にしようと、ね、いうわけです。こっちかな？この辺で、折り返して、折り返すんじゃない？曲がって。ね。この辺に着地でいいかな？いや、このまままっすぐ行っちゃおうか。あれ、石がない。土でいいや。嫌な効果線だな。石がなくなったんで土にしますみたいな。乗りたくないね。よし、この辺でブースト。一応ブースト。一応ブーストして。さらに、線路は続く。遠いな、しかし、家が。あ、ブースターもないじゃん。あらあら。もうちょい必要だね。しかし、この辺は雪降らないのに雪積もっちゃってね。なんか不便だな、ここ。ここにもドアが欲しい。ここにもドアが欲しい。このね、3方向にドアがあって、どこからでも家に入れる感じなのに、ここだけドアがないのがすごく悔しい。あ、そうか、そうか、わかった。逆の発想が必要なんだ。ドアが必要なんじゃないんだ。ここに駅を作ればいいんだよ、ここに。ね。こう、電車乗り入れる感じで、家に。そうすればすごく便利なんだ。便利でいいよね。よし、それで行こう。で、金と、棒と、てか、金は多分ブースターレール以外に使わないな。あ、まあ、時計に使うけど、時計いらないし、多分。ね。だから、ブースターレールを6個作っちゃって、6個しか作れねえか？意外と金足りねえんだな、これ。でも16個あれば十分だな。こんだけあれば。こんだけあれば十分足りるはず。
確か最初に作った時も10箱ぐらいしか用意しなかったような気がするんだよな。ってことは今までの倍使えるってことだから、あっとっとっと、倍使えるってことは全然余裕ってことだ。最終的に動けばいいから というわけでここも高架線にしていこう。ここもこうだね。そしてここでちょっと加速しておこうか。待て、もう暗くなってきてるな。早いな、一日は。そろそろエンダー狩りに行かなくちゃ。シャベル持ってくればよかったな。ここをまっすぐ突っ切ることによって位置エネルギーを大事にしていく。こうね。ここでブースト。ね、ここで、じゃあお家の中の駅を作ろう。まずここを開けてしまってですね、開けてしまうんですよ、ここね。で、ここにこうだ、ここにこう、そしてどうだ？こうか。そしてこうだ。そしてこうだ。いや、ここはブースターレールだな。ここはブースターレールにして、ここを削って、でスイッチを押す、スイッチどこだ。押すスイッチは綺麗な石が必要なんだけど、綺麗な石を犬小屋に使っちゃったんだよね。押すスイッチちょっと焼くか、石焼くか。石を焼いて、で焼いてる間にちょっと軽く持ち物を整理しよう。持ち物を整理していく。これマイク入ってるよね、これ。あ、入ってる。不安になるわ、久しぶりだと。マイク入ってなかったらね。まあ、マイク入ってなくても大して変わらないと思うけど、あんまり、なんか大切なことは何も言ってないから、問題になっちゃ問題ないんだけど。てか夜だから、ちゃんと、エンダーさんに会いに行かなくちゃいけない。エンダー探し行こう、エンダー探し。スイッチ。で、スイッチをこう置くと、ここでいいかな。ここに置くと、多分電波、こうね。はい。違うな。うん、やっぱりこのね、この位置に置くことによって、なんだろう。ここじゃダメか。こうね、すごく、スイッチが繋がってないにもかかわらず、ほら、すごく電波が通る。ね。電気が通じるんですよね、これね。しかし、スイッチ押せないな、この位置だとな。そうか。こうしたらいける。これ、ダメか。どうしよう。もうスイッチの位置がなかなか難しい。わかった。待った、こうだ。これでいい。こうやって、こうだよね。これで、オッケー。はい、来た。で、エンダーさんを早めに狩りに行かないといけないから、急いで、
急いで、この線路怖い。ちょっと待って。よし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 。急いで線路を積、なんていうんだ？線路を敷くの、なんていうんだ？積雪？積雪していく。雲多い。待って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 。とっとっと